アンナ・ソフィー・レイベントローは、デンマーク・ノルウェーの王フレデリク4世の二度目の王妃。デンマーク宮廷で、フレデリク王に仕えていた、レイベントロー白コンラドの娘として生まれた。フレデリクの最初のヒルイーゼ・フォンメクレンブルク・ギュストローが、存命中から王の愛称となっていた。王は、重婚を行い、王妃の他に少なくとも二人の妻を同時に持っていた。教会に、 重婚の罪を犯していると再三の警告をされても、無視をしていた。1721年4月4日に、ルイーゼ王妃が病死すると、もが明けないうちに、アンナ・ソフィーと再婚した。王は、この結婚を非合法とすることを断り、アンナ・ソフィーを正式な王妃とすると示したため、内外で大きな修分となった。結婚後に、アンナ・ソフィーは三人の子供を産むが、 一切にならない、うちに溶接した。母親ルイーゼ王妃と仲の良かった王太子クリスチャンは、アンナ・ソフィーをひどく嫌った。アンナ・ソフィーの親族の数名は、レイベントローのならず者として知られ、政府の中で発言権を持っていたが、アンナ・ソフィー自身が、政治的に権力を利用したかどうかは知られていない。1730年に、フレデリック王が死ぬと、アンナ・ソフィーは、 コペンハーゲンから追われて出生地で死んだ。ありがとうございます。